です。今日は今ちょっと雨が軽く降ってるんですけど、今日もね、近所の池でガサガサしていろんな生き物を撮ってくれたなって思います。じゃあ早速ここで人を、ね、入れて草の方を撮ってみると、うわ入ってますね。あれなんですけど、ちっちゃいのが何匹か入ってますね。これ多分全部ブルギウの稚魚ですね。特定外来生物で生きたままの運搬飼育が禁止されてます。やばいね、この時期でもまだちっちゃいのがたくさんいますね。こことかいるじゃん。よいしょよいしょ。わ、エビ、まあ1匹ぐらい入ってるんですけど、他にもね。うわ、跳ねる。エビが入ってます。在来です。この草むらとか。よいしょ。うわ、入ってますね。またブルーギルが大量に入ってますね。こことかなんかいそうだよ。ここ。よいしょ。入ってるかな。いや、1匹入ってますね。プールとかでよく見るやつですね。よいしょ。ちょっと多分見えづらいと思うんですけど、まあ、アメボとかね、マツモムシと、これは何だろう。水生昆虫なんですかね。僕あんまり詳しくないんで、ちょっと分かる方がいたら教えてほしいですね。ちょっと早めに網入れて、よいしょ。わ、大量に入ってますね。これもまたブルギーの稚魚ですね。で、取ったところで、よいしょ。入ってますね。ブルギーの稚魚ですね。このキワとか。よし。今、ウシガエルがいました。捕まった。お、ブルギーの稚魚がたくさん入ってますね。で、まあ、ブルギルはね、違う動画でも説明してるんですけど、こいつね、背中側にね、縦縞でキラキラした模様が入ってるのが特徴ですね。よいしょ。ラブラブラブ。ブルギウの稚魚がまたたくさん入ってますね。よいしょ。なんか入ったかな。よいしょ。エビとかですかね、ほとんど。今回は外来種が一匹も入ってないですね。よいしょ。よいしょ。わ、わお、でかいっすね。わ、めっちゃ跳ね、見てください。もうプリプリっすね。めっちゃでかいっす。エビがね、こういうやつと一緒にね、やっぱりブルギーのね、稚魚が入るんですね。大人だったら食べますからね。今一緒にいるから大丈夫だけど、これがね、大きくなるとやっぱりこういうね、在来のエビとかを食べてしまうんで、問題ですよね。よいしょ。よいしょ。あ、ブルギーの稚魚が入ってますね。他は、うわ、ここもやっぱブルギーの稚魚がやっぱりいますね。やばいっすね。これ大人になるとね、やっぱりもっとバクバクって増えてくんでね、早めに駆除しとかないとね、いけないですね。